日本の滝百選は、1990年に選定された日本を代表する百の滝のこと。日本百名牢や日本百名瀑と呼ばれることもある。日本の滝百選は、環境庁と林野庁の講演の下、緑の文明学会、グリーンルネッサンス、緑の地球防衛基金の3団体が、森林浴の森百選に続く、グリーンキャンペーンの一環として企画した。 日本全国から34万1292通527滝の応募があり、8人の選考委員によって527滝から127滝が選ばれ、最終選考で100滝となった。1990年4月8日に、富山県立山町において、100センチの代表に選定認定書が送られた。判明しているのは、以下の旧滝カメラマンの北中康文が、 自然要素のみで選んだ日本の滝百選があり、三団体による日本の滝百選とは重複しない42の滝を選んでいる。霧吹きの滝、カシュニの滝、安門の滝、七折の滝、大空の滝、神戸滝、九海滝、白滝、雲竜幕、赤岩滝、恨みの滝、大納船の滝、福洋の滝、信者の滝、黒戸噴水滝、看板滝、 夫婦滝、不動滝、仏つ前の滝、唐谷、滝、白水滝、青水の滝、天狗滝、風織滝、職業の滝、法流滝、陰滝、霧が滝、泥川滝、千畳滝、智滝、孫の滝、白井の滝、おつ、原の滝、観音滝、祇園滝、千里家滝、千弘の滝、ピナイサーラの滝。ありがとうございます。